どうも、あの、かきの人です。今日はね、あの、林業の衰退で海が死ぬね、なんで山の林業でね、海が死ぬのかっていう問題について、チェーンソーを入れるっていう話をしたいんですけれども、えー、日本の木材はね、昔めちゃくちゃ売れてたんですよ。なんで、みんなね、山を切り開いて木材用の木を植えまくった ですよね。で、たくさん育てるためにかなり密集させて植えたんですよ。えー、より強い木材にするために急斜面に植えたりもしたと。急斜面だと重力に逆らおうとするので木の幹がより強靭になったりするんですよね。で、ある日、 えー、その木材が売れなくなったと。えー、お金にならなくなったので、山の持ち主たちは植えた木をそのまま放置して何もしなくなったんですよ。えー、ウォータープルーフマウンテンね。ウォータープルーフってのは水を弾くってことなんだけど、えー、山が発水確保されてしまったと。何が言いたいのかというと、あまりに密集してたくさん植えてしまったので、 木々がね、木が雨を弾いてしまうんですよね。えー、土まで、えー、その土壌まで水が落ちないんです。えー、日光も遮ってしまうので、日の光がね、地面に当たらなくなったと。えー、そうなると山はね、光合成っていうのができずに死んでいってしまうんですよね。えー、一見すると、たくさん木々がね、植わっていて、いい山に見えるかもしれないんですけど、えー、近づいてみると、あたりは日中だというのに薄暗くて、地面には一切の緑がなく、えー、うっそうとした山、うっそう地として山になってしまってるんですよ。えー、山に雨が染み込まなくなると、土壌の栄養を含んだ湧き水ね、湯水も、 え川に流れなくなると。えー、山からの鉄分窒素リンなどの栄養分がね、川に流れないと、当然海にも流れ込まないわけで、えー、栄養分がないと、植物性プランクトンが育たないんですよ。えー、それを餌にしている動物性プランクトンも育たなくなって、そしてそれを餌にしている魚もいなくなると。あれほど豊かだった海が死ん,で、ね、死んでしまうっていうことですよね。干ばつすべし、それをなんとかするには干ばつね、間引く必要があるんですけど、木を減らすね。 え、何せお金にならないと。分かっちゃいるんですけど、山の持ち主たちはね、分かっちゃいるんですけど、え、両親は咎めたりもね、するらしいんですけど、なんとなくうやむや、にね、え、してしまってるという、え、うやむやにしたままの状態がね、何世代も続いてるうちに、山の持ち主が、え、死んでしまった、亡くなってしまったとすると、え、誰も相続したがらずに、事態はさらにややこしくなっていくんですよ。え、何世代もね、相続しないと、え、子孫も増えて、誰が持ち主なのか、え、責任者なのかわからなくなってしまうっていうことなんですね。勝手に に干ばつしてしまって。 ね、勝手に干ばつしちゃったらいいんじゃないのと。えー、それはできないんですよ。なんと言っても、えー、個人の所有物だし、もしくは所有者が不明。誰に許可を取っていいのかわからない状態なんですね。この問題をなんとかしたくて、えー、火の仕事でね、地方に行くたびに、えー、鮭のごとく、ね、海から川を遡って山の持ち主をね、探しては、えー、干ばつしてほしいってお願いして回るんですよ。いろいろ調べて、やっと持ち主を見つけてね、尋ねたとしても、えー、あの山の持ち主の方ですよね。いや、違うよ。っていや、違うよって言われちゃうんですよ。 え、だからって、強引に山に入ったりうろうろしてると、え、怖そうな人たちが現れてね、まあ、なんといっても不法侵入ですからね、実際のところ。ある程度、ね、ある程度ですよ、は、なんか痛い目にもあったことがあったりとか、え、なかったりとか、え、警察は呼ばれないんですよね。なんでかって、そこはまあ、やましい気持ちがあるんでしょうね、多少はね。え、そんなこんなでね、 えー、悶着してると、やっと、お前なんでこんなことやってんだ、と聞いてもらうことができてね。えー、本当、何やってんすかね、マジで俺は。えー、気を取り直して、さっきの海がね、死んでいく話をするわけですよ。すると、えー、黙々とね、あの、チェーンソーを、なんでチェーンソーを錆びてんだよって感じなんですけど、えー、ばつするために山に向かってくださると。えー、この時だけかもしれないですけどね、それでもやらないよりはマシだと。で、ここまででワンターンと。 次の山に移動したらまたゼロから同じことをやらないといけないんですよ。えー、さっきの戦いやりとりはシェアされてない。ね、日本の山々を覆う林業の規模を考えたら、これを1万回ぐらい繰り返しても、えー、解決なんて遥かかなた銀河系って感じでね。こんな話をクラブハウスっていうね、音声 SNS があるんですけど、そこのルームっていうのでしてたら、えー、さっきまで米とかね、稲作についてかっこよく語っていた、えー、米農家のね、十、えー、14代目の予定の男子がね、えー、すいません、うちも山持ってますと。 えー、おじいさんの代から、干ばつしないといけないって分かってるんですけど、金にならないし、えー、大変なので、おっしゃるように、うやむやにしてましたと。そのせいで、海に迷惑かけたなんて、本当に申し訳ないです。今から、チェーンソーを磨いて、久々に干ばつに行ってきます。 やっぱりチェーンソーは錆びてるんですね。まあ、戻ってきた彼が、えー、ルームに報告に来てくれて、間伐してきました。えー、最初3本ぐらいのつもりだったんですけど、もやもやが晴れて気持ちよくなってきて、えー、12本切ってきました。ねえ、でも12本ぐらいじゃ付き合う気なんじゃないのそうなんですよ。で、山から降りてきて、間つ管理センターに申し込みに行ってきたんです。ん金かかるだろそれが嫌で嘘までついてごまかしてきたんじゃないのもう嘘つきたくなくて、えー、貯金全部下ろして払ってきちゃいました。貯金してたの えー、農薬撒くためのドローンを買おうと思ってたんですよ。って言うんですよね。それ使っちゃまずいだろう。いいんです。しばらくは今までのやり方で撒けばいいだけですし。おー、こんな解決の糸口があったのか。さらにすごいことにね、たまたまそのルームでこのやり取りを聞いてた人たちが100人くらいいたんですよね。そしたら、俺も今から間髪してきます、だとかね。親にちゃんと登記するように説得してきました、だとか。それはそれは続々とね。 で、今までは安定期に入ってしまったね、今ではね、えー、クラブハウスですけど、始まった2021年の3月頃にはね、えー、そんな盛り上がりもあったんですよ。SNS にもエコ生水があって、えー、たまたま盛り上がってる時にね、こんな効果を生むことができて、ラッキーだったと、えー。そうやってね、いつ何がこうそうすかわからないから、いつでも培った全てをね、吐き出せるようにしたいとは思ってるんですけどね。まあ、それがたとえどんな異質なね、なんか異論んであっても、 よく言えばね、僕は多拠点移住生活者なんですけど、要するにえ、ね、たの知れない流浪の旅、不老者ですから、えー、そもそもプライドも、恥も外分もね。 えー、世間も減ったくれもないというか、そんなのあんまり関係ない人生なんで、いつ死んでも映画だっていうメリットがね、こういうラッキーを生んでくれることもあると。えー、ところで、えー、ばつ伐,伐採は危険っていう話もちょっとしておかないといけなくて、ここまで読んでくださってね、干ばつをボランティアで手伝いたいであるとか思ってくださった方、ちょっと待ってください。干ばつはめちゃくちゃ危険ですと、プロでも毎年何人か死んでます。えー、詳しくはね、映画のね、ウッドジョブって映画があるんですけど、面白くてわかりやすくてね、そういう風うに仕上げてくれてるんで、ね、チェーンソーを買ってしまう前に、 まずは見て欲しいで、ちなみにこれもね、Amazon プライム特典で無料で見れちゃうんですよね。いい時代ですよね、本当に。えー、染谷翔太くんって何がいいんだろうと思ってたんですけど、この間空海の映画を見てね、あーというか、独特の雰囲気があって、中国語のセリフとか、まあ要するに役者としてすごいなと思ったっていう予断は置いといて、えー、個人的にはですね、この映画ではなくて、そうそう原作のね、えー、原作、カミサリナーナーの日常。 っていうね、原作を読んでほしいんですよね。あの、ちなみに今話してることのリンクって、すべて備考欄に、えー、そのリンクを貼ったの、僕のノートの記事があるんで、そちらを見ていただければありがたいです。え、で、あの、作者の三浦志音さん。 ね、三浦紫音さんは辞書を作る、船を編むっていう小説をね、書かれてたんですけど、えー、風景描写とか心理描写がもう細かくて細かくて、えぐいほど細かくて、それはね、なかなかたまらないんで、よかったらほんと原作の方読んでほしいです、えー。最近はね、リモートワークとか在宅ワークも増えて、デスクとか家具をね、作るのにまた多少林業が盛り上がってるって聞いてるんですけど、えー、ワーケーションとかも可能になってね、田舎暮らしの人が増えたら、炭とか薪とかの需要も出てくるかも、ね。そのあたりはまた、家賃からの解放って連載をしてるんで、そちらでも書きたいと思って、 本日もご清聴感謝木をね切るのは大変ですけど僕の海を守るね雨守る活動とかはあの絵本や写真集を見るだけで、えー、支援できちゃうんで,応援,でしただけ応援していただけたら嬉しいです、えー、肝心なとこを噛んでしまったというわけで、えー、チェーンソーが錆びてる人、えー、磨いて干ばつに行ってくださいというわけであの柿の人でした